お疲れ様です。今日はですね、こちらのゴブリンだけでキーやっていきます。はい、ということで、もうゴブリンのみですね。クララにはね、こうゴブリン系のゴブリンドリルとか、まあ、それこそシンプルゴブリン、まあ、ゴブジャイアントね。これゴブリンジャイアントじゃないっていうのがね、意外とこう知らないとこなんですけども、まあ、いろんなこうゴブリン関係のカードがあるわけですよ。合計9枚かな。多分ヤリゴブがいての、多分合計9枚だった気がします。俺の見落としがなければ、はい。さあ、というところで、まあ9枚、ヤリゴフはまあ使わないんですけど、まあちょっとこの8枚のね、はい、ゴブリンデッキで、まあ、勝てるんじゃねえのかと言ったところでやっていこうかなと思います。で、なんかね、ちょっと前かな、本当にちょっと前の修正で、ヤリゴブの射程が伸びたんですよ。0.5 距離が伸びてるんで、まあヤリゴブ、ゴブリンギャング、あとはゴブ小屋、そのあたりが言ったら強くなってるんですよね。ということは、だいぶ強化されてるんです。本当に、ゴブリンの中でも、ゴブリン環境、ゴブリン環境なんていうの？ゴブリン、今までのゴブリンデッキの中でも、本当トップレベルにね、強いんじゃないかなと、言ったところで、スケバレが来ました。おー、おっ、にゃっ、あー、これが延命できないんですよね。とりあえず、バレル飛ばすよ、これ。小屋置こうか。小屋置いてから考えようと思います。スケバレが飛んできましたね。ゆうのちゃん。で、まあ、このデッキの辛い部分は、その呪文がないんですよ。まあ、ゴブリンバレル呪文なんですけど、まあ、そういうことじゃなくて、そういうことじゃなくてね、そういうことじゃなくて、ザップとか、そういうね、呪文がこのデッキにはないので、相手のスケルトン部隊とか、こう、マザネクとか、こう、呪文には弱いカードっていうのが、めっちゃきつい。めっちゃきついです。はい。なので、まあ、そこだけ嫌だなーって感じで、頑張って戦いたいですね。その辺来たらもうどうにもできないですね、正直。これ、ユーノとカシマイナ走ってきそうだけど。来ないか。さあ、檻置いて、おーっと、ペッカがやってきた。ペッカがやってきたよ。ペッカがやってきたけど、なんと俺はゴブリンデッキなので、陸受けだけはこのデッキの強み。めっちゃあったな、今。サーチを抑えたら、まあ、ザップか？ザップってゴブリン一発ぐらい殴るよな。さあ、おザップがない。さっきヤリゴブリン打ってましたね。はいはいはい。よこの、今回の相手が、ちょっとペッカなので、ちょっと強みが出てる。この、ゴブリンデッキのマジ唯一の強みです。本当にこれだけ、陸系だけ強い。ダクブリ咲いたら、もうなんか、ドリルフルコース。え？これさ、マジ、フルコース。エレキいたっけ？あー、アウトローがいいのか。強いね、アウトロー。あー、アウトローやばいね。これ守れないかもね。綺麗な許容されて終わっちゃう可能性もあるが、俺は守ります。うん。で、俺も許容する。頑張って。相手が許容すんならね、俺も許容するよねって話ですよね。さあさあさあ。ザップ取れそう。うっ。うっ。うわー、耐えたの、幸せーの、攻めなきゃね、一旦。守ってばっかだとこれ危ないんでね。おお、大きいな、ちょん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 。これさ、めちゃくちゃ許容できそう。マジで、アホ許容します。いや、でもこれぐらい、でも余裕ですね。さあ、700と700。700と700。これどうしよう。スケバレ、てか、施設が2個あるのがいいですね。なんならドリルも入れると3つあるんですけど。ややこしいな。ややこしいな。これさ、もうこれでグッドゲーム説ない。そんな簡単な話じゃないかな。いや、でも。いやー、めちょる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 よ。やりゴム。やりゴムめっちょるぞ。さあ、あーこれ。ゴブリンか。ドリルの落下がね、確定ダメージあるんですよ。30ぐらい。うっ。いや、拾われる。いや、この角でダメージちょっとでかいっすよね、正直。あ、これやばい。正直やばい。ゴブリンバレル飛ばしたい。けど、一旦ここはね、檻置いて、粘ってからの、さあ、これは止まらんぞ。うっ、一発ー
これゴブリンデッキの強みですね。相手がペッカー、ペッカーか、マジペッカーぐらいか。ペッカーだったら相性がいいかもしんないね。マジアチャとかいるとまた話が変わってきますけど、マジアチャもいなくて、今回のアイテムはポイズンもなかったんで、そうなるとね、まさかのゴブリンデッキに相性いいデッキがあるっていう。さあ、ついね、陸ゲー来たら幸せになります。空にもちょっと強いのかな。対空はやや多い気がしてる。さあ、次も行きましょうか。まあ、槍ハブ強化されたんで入れてあげてもよかったんですけど、まあ、槍ゴブもゴブリンもギャングも吹き矢もなんかね、役割近くて、どっちかでいいかなっていう。そんな感じで、省きました。うわ、ハッシュタグ入れてるやん。自分のなんか ID みたいな。珍しいタイプ。クラン。じゃあ、クランタグ的な？多分クラン募集してると思うんで、クラメン。はく。はぁ、はこんな、おなまたたみたいな。なんか、いやらしい名前してんの。そう受け取ってしまう。俺が良くねえのかな。あー、インドラ珍しいけどね。でも、わかんないんで、まあ、背中に吹き矢だけつけて、吹き矢にね、ウッドとかも使いたい気がするけども、逆サイギャングとかで攻めて、え、強。あー、メガナインとか。メガナインとこれね、檻の置く位置があって、逆サイドの1個上がね、多分良かった気がするんですよ。メガナインとか檻壊した後に、もう一回飛ぶパターンと飛ばないパターンがあって、多分逆サイの1個上が飛ばなかった気がする。俺の記憶だと。これ。そう。生まれたすぐに飛ばないんですよ。これがちょっと強いんで。あ、これさ、もう、グッドゲームであれ。ゴブリンバレルね。あ、絶対無理だよ。絶対無理ですよね。さあ、この間に、ドリルがすごい横目に行っちゃったんですけど。さあさあさあ。いや、ゴブリンも多すぎて、スキラにもちょっと強いかもしれないですね。さあ、まさかのもうサンクラ、おじじゲーミングさんですか。いいね。まあ、普通に考えてきついので言うと、やっぱクエイクウッドのホグとか、まあ、迫撃とか、ポイズンウッドの、まあ、そういう系ですよね。あれなんで、高回転ウッド族じゃなければ、なんとかなんのかなっていう。あと、エリゴルとか止まんねえよなっていう。はい。止まんないんで、こっちがその、サンクラを取りにね、頑張るみたいなところはあるさ。よろしく。いってらっしゃい、ゴブリンバレル。あと、ゴブガヤ強いかな。ゴブガヤ置いて、あとも祈ろうかなっていう。これで1000ぐらい持っていってくれるとね、もう、幸せ。さあ、今回の間はスパーキー。まあ、スパーキーに対しての受けも意外と豊富ではあるんですけど、まあ、これも相手のあの、サブカード次第みたいなところはちょっとあるっすよね。まあ、アザネックがいるだとか、文句があるだとか、ぶっちゃけその辺で、いろいろ変わってきそう。ああ、このゴブジェの背中マジで強い。耐えろ。ヤナーメリージやばいっすね。まあエリババヤナーメリージ、まあ、ヤナーメがやばいけど、まあ受けはいっぱいあるから、なんかこう綺麗になんか今ぐっちゃんぐちゃんしてたんで、綺麗に噛み合えばありそうですね。で、ミニペリババだと、このドリル機がちょっと苦しいんじゃないかっていうところで、おーい。一回檻から入って持ってこうぜ。武器屋欲しいな。ヤナメのやべえな。これ無視されるかな。2倍タイミングが俺を助けてくれる気がするんで。マジでタギが、あ、俺のものを防衛が下手なんだ今日。なるほどね。今日は防衛が下手な日でした。いやでも耐えてはいる。お、吹き入る。ダッチ。
延命して、いやマジで柳目がなければな幸せだったけど、逆に柳目があっても勝てばいい。いやめっちゃ多いけど、多いだけみたいなキモいな。それどういう判定なんだろう。あ、このゴブジャの背中さマジでおかしくないですかそう思うな俺だけ。ゴブジャの背中がどう考えても怪しいっすよね。なんかでもワンチャンありそうだな。やりゴブはみ出ろこれ。ゴブジャイの背中さあんな綺麗にやりゴブ毎回打つ。この位置やばい。おや、うわうわうわマジかいやスパーキーにも陸毛がめっちゃ多いっていうこのちょっと相性良かったなスパーキーの受けむず。相手のあのゴブジェイのバス位置いやらしかったな。なんかこうゴブジェイスパーキーってこうね並ぶんじゃなくてもう横ゴブジェイとスパーキー横に並んでくるからすげえ対応やりにくかったっすけどゴブリンの気持ちで結構強い説があります。いやちょっといやいいな。バレルドリル、バレルドリルいいね。バレンティノ、おーいい。あークエグこれっすね。きついのがでもここに打っときたらもうかましちゃうぜ。もうバレキリとか来んなよ本気本気吹き矢入ってねんだ。あーめっちゃ綺麗な受けされた。これやべ。マジでほんまに超ええ受けされたっす。いやでもこれちょっとうざくない。あーうわーいいボムってかボムボム犯罪だろ、ふざけんな。ボムウッドね。ゴブリン、ゴブリンもね、普通に勝利できないんですよ、俺。どうしよう。マイキーもだるい。どうしよう。一旦飛ばして、ウッド使ってくれたら嬉しいよね。ウッド使う。クエイクね。お、まあなんとも言えんけど、折りがちょっといいね。でもこのこんにちはがあるんでね。あーいい吹き矢、いいいい、何やる、いいアイスピー、いいゴブリン。ウッドか、ウッド使いてえぞこれ。ウッド使いてえな。ゴブリンバレルあるから我慢したな。偉いな。いやー問題はね削れないんで、これ右も削りたいし左も削りたい。ここやばい、誰がどう見てもやばい。ヘナチコ、ヘナチコしてた今。やっぱ両サイってこそね
時刻生まれるよね。吹き矢が入るとかね。入りだ。ウッド使った。いやー、ゴブリン強え。うわ、でかいそれ。マジさ。両サイ攻めの王になれば、めっちゃありそう。いやー、吹き矢これめっちゃやるぞ。マジである。殴らせんな。いや、マジなんで？え？あっつ。マイティ最強だけど、ウッド使うよね。我慢できないよね今の。よし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 、めっちゃ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 いい。ちなみに冷静でいこう。どんな時でも冷静ね。これはマスキック。うわー、これやべ。冷静さ見失ってる。これマジやばい。冷静さどこ行った。一発だけな。うわ、いてー、やばい。ウッド回るな、強すぎそれ。一発、うん、ちょっとでかい。呪文欲しいって。熱くね。絶対熱い気がする。これ左がめっちゃいいとこないかも。うわー、相手クエイクやってる。プレッシャーに飲まれてるやん。やばっ、待って、今の勝てんだ。いや、マジ、やばっ。え、1やで、しかも。この、まれに起きるね、1ダメ勝利。いや、絶対きついやん、これ。マイティで、ゴブジェも終わるし。うわぁ、マジかよ。ゴブリンデッキ。ゴブリンデッキ。ネタじゃねえ、これ。マジ強だ。うわぁ、気持ちいい。ちょっと今みたいなことがあるんですね。毎回この左サイドに流してた、まあ、吹き矢ですね。吹き矢、主に吹き矢と、まあ、やりゴブのちまちま。あれによって勝ってるんで、ちょっと2個狙いっていうか、両サイド狙いやっぱいいかもしんないね。今みたいな相手には。片サイドだけだったら、まあ、守られちゃって勝てなくなっちゃうんで。うわぁ、やば！一度目さんはさすがに嬉しいなぁ。あれ、負けてる側だとね、えってなるよね。え、ほんまに？嘘やろって。見間違いかってなるけど、勝ってるのはすぐ分かったな。絶対俺勝ってるやんこれって。1勝っとる。1幸せだな。さ、めっちゃ守るやん、あんた。あー、もうきついやつ、きついやつ。はい、迫撃ホグか迫撃ディガーですよね。同じです、さっきのやつです。やめろ、変なことしてくんな。いや、マジ、マイティ強いやん。マッスル、え、これさ、一発入らないはずなんだけど。位置悪かったかな。さあ、うわー、マジで。しかも、しょっぱなの防白っしょ。いかついな。これ、クエイクだと思います。クエイクだと思います。なんで、五分五やね。置く意味ないんですよ。本気で。本気で置く意味ないんですよ。で、アーチャーとドリルが、アーチャーとゴブにあるんで、ドリルも刺さらないんですよね。
で、ゴブジェもマイティで刺さらないんですよ。となるとよ、もう絶望なんだ。これやべえかな。お願い、今やめろ。ホグマイティ潜ってダメージだけ稼がれるかもっすね。ああ、潜らないね。潜らないタイプのマイティ使いか。いやー、まあちょっと美味しい。マジできつい、迫撃フォアレ。どうしようどうしたらいいの。マジできついそれ。あー、それやばい、タゲ外れてるですよ。クエイクボーイやめて。うわ、ゴブリン追加いらんかった。マジでヘナチョコゴブリン追加した。まあでもクエイク使ったか。殴らせない。あぶねえ。いや強それ、ふざけんな。マジできつい。あー、もうずるやん本気でずるやん。まあでも諦めないけどね。諦めようか。諦めます無理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 。なんでアーチャー解放されたのにアーチャー使ったの。早くマスケにしてくんねいや、これっすね。まあ言ってた通りですね。一番きついかなと。まあほんとそうっすね。まあこれかボームだろうが迫撃だろうが同じだ。さっきと同じです。はい、仕方ない、割り切り。さあ次は、うわ、マジアチャオールメーカーの顔してやがる。マジアチャは危ないので、こっそり足前吹き矢でダメージを稼いでいこうぜと。おお、同じ同じ同じ。おっ、これマジアチャオールメーカーだな絶対。わかんないけど射抜いてくるかな、これ。このゴブジェでも射抜いてきたら序盤からドヤンだな。さあマジアチャオールメーカープロフィール通り。でもそうなると、この背中でさ、ちょっと入るよ。射程伸びたんでね、やりごと。いや、ちょっと強いぞ。ちょっと強い、強い、ちょっと強い。しかも今回相手ナイトなんで、これもまたいい話なんですよね。ゴブリンだったら、ん?ナイトじゃない、なんだ?やべ、絶対違うこれ。あれだったらって言いたいんですよ。バルキリーだったらね、また、嫌だなーと思ったんですけど。へえ、ぽいゴブ小屋だ、これ。目の前で生まれんなよ。さあ、これね、絶対トレネで金起動していきたいと思うんで、もう嫌がらせでめっちゃ攻める。で、まあ、事故ったらいいな、ぐらい。うーい、狙い通り。キング起動嫌なんです、僕。思いが伝わったかな。よしよしよし。さあマジアチャオールブレーカーのスケじゃなくてヤリゴブで、バルキリーじゃなくてナイトで、多分ボムかな。あいつマジアチャ全然出してこんなね、マジアチャ出せば俺も、ああもうグッドゲームです、ごめんなさいって、土下座して謝るんだけど、マジアチャ来ねえな。まあ今来たらもうゴブジェでフルカウンターだぜって話なんですけど、まあ、呪文あると思うか、さすがに。え、諦めた。え、マジ?あなた、神愛しやで、これまだ。いや、ワンチャン全然追いつかれてもね、おかしくないところだったんですけど。
さあサーカスデッキいっぱい飛んでくる。やりかも。うわーすげえ、侵略されてる町が。さあ11勝かなこれで。いやちょっと強いのおもろいよな。ババデッキとかはね多分弱いんですよね本当に。でもゴブリンデッキだけはねマジ強い。あとスケデッキもか、キョスケもいるし、スケバレもバルーンもいるし、あれは種類が多いね。スケとゴブリンは本当優秀ですね。うん、そのスケルトンゴブリンっていう単体もですし、その周りのね周りも優秀。ババだけはマジでなんだあいつは。さあマイティーわー、もうマイティーはもうねそれやん、絶対それやんって話なんですよ。わーもうみんなそれ、まあ強いっすからね、強いから。マッスルパンチが、え違う、ごめんなさい、君もみたいな感じで扱ってて。あーえそれやばいな。やばい、でも仕方ない。いやこれは意外とここでコストを使わせて、雪玉か、これ雪玉完封されそうだな。ゴブリン追加が、まあ、なんだろう、迫撃のスケラ、スケラのパターンはちょっと見えてくるっすね、この感じ。なんかムートがあるのが珍しいね。まあディガーもホグも全然可能性としてあるんですけど、ちょっとスケラの方が濃い。どうなるやろ、ヤナメっすもんね。ヤナメだけ。はい、それ嫌いですね。あ、めっちゃいい。あースケラっすね、ヤユキの。マイティ咲いたらスーパーダッシュプランあるっすよ。まあ咲いてないけど行くんすけど。うわえら相手のその木から。あでもだいぶ増えてる。これちょっと熱いと思う。そんなことねえか。今ヤナミ使わせて、いやムートちょっと強えな、この俺のデッキに対しての。えお前事故やん。あ事故やん。いやーゴブリンいたかんな、ちょっと手前にやっちゃおう。振り向くだ。あーそんな振り向きやばい。ムートやば、そっち行っちゃう。このままだとねタイブレイクでヤナム削りで負けちゃうんだよ。うでかっ。いやこの吹きはマジバカだ。ヤナミ使え、吐いて使わない。いやでも勝ってる。いや痛い痛い痛い。それやばい。うわ地獄地獄地獄。
わー惜しい。さあ、お、この人さ、三重使いでこんな感じの人いなかったっけ。勝つぞー。まあ一旦ゴブ小屋置いてね。おお、これ小屋を延命したいんだよな、できるだけ。信者なんでね、小屋の宗教に入ってる。さあ、まあ一旦もう一回置くか。これもだってゴブリンの小屋、あ、じゃあゴブリンの檻か。やべ、脳が。あーマジで多いなぁ、マイク。うわ、マジで同じような時間が多いや、マジ。やな、え、グッドゲームだったじゃん。はず。もうだって相手に、あー、俺の勝ちだよって思われたってことっすよ。恥ずかしくないっすか？冷静に。舐められてるってことっすよ。言ったらね。ごめん、俺の勝ちだよ。それダメじゃん。いや、なんかでも俺にちょっと、あ、これ相手も呪文ないデッキだ。ヤナアメだけのやつです。あー、なるほどね。お互いですね、お互い。まあヤナアメあるのでもでかいよな。ヤナアメだけあるってあるやんって話ですよ。ぶっちゃけこっちからしたらヤナアメだけある、ずるいな。ヤナアメあるやん。スケバレやだねー、やだねースケバレ。これこの槍で落とせねえかな。おい、タギやばい。あっ、いや、ヤナメだけなの。ゴブリンかギャングマッタっすよ。そうなんです。正面で受けよう。スケバレを入れたらダメっすね、俺。マジ入れちゃいそうだな、スケバレ。いや、でもちょっといい、ちょっといいんじゃない。やんなめだけだね、このゴブゴブが地味に。あー、これやばい、意味ねえ。いや、そうっすよね、まあ、使わしてね。マイティ咲いたらな、ちょっと攻めるのも考えられるんですけどね。やばい、耐えなきゃ。え、バカやん。うわ、もうバカやん。うわー、今のはやばいで。なんでよ。こっからでも入れる保険を探してます。保険見つけました、私は今。あー、なんでやねん、マジで。なんでや、絶対負けたやん。さあ、勝ってく、危ねえ。ギリギリ行きました。さあ、というわけでゴブリンデッキね、ネタじゃないです。皆さんもやってみてください。では、お疲れ様でした。またね。